ブルボンプチ、フランスバターのクッキー、また買ってしまいました。プチシリーズ、前回トルテクッキーでクッキーの並びがですねテレコになってると、上下上下になってるのは規則性があるのではないかなということをお伝えしたんですが、ちょっと中を見てみたいと思います。どうなってますでしょうか。綺麗に並んでますが、おいおい、じゃじゃじゃんと綺麗に並んでますがな、全て同じ方向に並んでますがなになりましたので、お客様相談コーナーという電話をかけて聞いてみました。担当の方からお答えをいただきました。規則性はありません、規則性はないと。ブルボンさんも綺麗に並んでる方がいいというのは分かってますと、使ってるんですが、どうしてもクッキーがうまく綺麗に並ばないんですということなんです。全国で8個の工場で作られてるそうです。この8個の工場によってちょっとこのね並びが変わってるんではないかなと私はまあ推測したわけなんです。中身に問題はないのでまま出荷しておりますというお答えでした。非常に丁寧なお答えをいただきまして、早急にこれは課題として綺麗に並んだものが出荷できるように検討いたしますというお答えもいただきましたが、ここまで綺麗に並べてくださいという要望ではありませんということできっちり伝えました。テレコになってるのも綺麗に並んでるのもそれはそれで楽しんでますので、と並んでたらお、これ今日はついてるなというふうに思いますので、それはそれで楽しいので、ブルボンさん別に今のままでもいいです。ブルボンさんありがとうございました。